サンドの飯より飯が好き、マキシマムザホルモンです、ですですです。はい、というわけで、バックホンの皆さん、25周年おめでとうございます。俺もめっちゃ好きだから、まずそもそもさ、年齢は近いよね。だから俺と上ちゃんの間ぐらい。間ぐらい。だから世代は一緒だけど、デビュー早かったじゃん。早いよ。早かったよ。だいぶ早い。だって俺まだ、マクドナルド南大沢店で、バイトしてる時、有線流れてたけど、もうすでに爆音流れてて、なんだこれなんだこれはこんな流れんだみたいな。俺もこんな声出すっつって、当時カラオケとかだけだったけど、なんか歌い曲なかったのよ。カラオケでね。で、英語ばっか歌っても惹かれちゃうから、バックホーンだと思って、俺、一番好きなやつ、ほら、質問あったでしょ？推しの曲でしょ？それこそそのカラオケですよ。何ですか？こんな、はかない、あれ、なんだっけ、あれ。8月のセミじゃん、知らないです。あれ好きだった。気がし、がなるやつね。あのがなりはさ、命削る系じゃん、もう。そうだね。吠えてる感じのさ、絶対あれやっぱ喉のりじゃん。もっと歌う感じのさ、スタンス変わったじゃない。ホルモンの赤木って曲あるじゃん。はい。赤木。叫ばない方のまさしの歌い方風に歌ったメロディーバージョンが、15年ぐらい前に鼻歌で通ったやつがあるの。それを今しかないなと思って。バックホーンのコメントで。ああ、バックホーンの皆さんに特に聞いてほしいしね。しつこくサビ繰り返すけど、だんだん癖がつくから。わかった。わかった。ホルモンではこの歌い方しないけど、ちょっと、赤木のサビのとこですよ。はい。この楽曲はこれだ。1 2 3。わ、俺の影、止められない俺の影。わかる。それは俺の影、止められない俺の影。それは俺の影、わかる？わかるわかるわかる。わかる。叫ぶんだけど、抜くとか抜くみたいな。わかるわかるわかる。ここはバックホーンの影響受けました。受けました。テヘペロ。テヘペロ。多分今手振ったんでコメント終わりです。急に終わりました。仲良くせんない、おめでとう。おめでとう。個人的に、またお願いします。